はい、どうも、最後にジャム TV です。今回はラッピーサムダンプストームやっていきましょう。今回ですね、なんと今、ログインすると虹の石を30本もらえるんだよね、はい、そう、ちょうど20個ぐらい貯めてたので50個になったんで、うん、ガチャをね、引いていきたいと思ってます。で、なんかこの虹のコイン、買うとなんかそのこういう豪華アイテムとかももらえたりとか、1枚買うだけでいいらしいよ。120円だけ。なるほど。そう、あとなんかその次の週かな、6月の初めの週とかにも20枚とかもらえるのかな、30枚もらえるのかな。んでね、なんかまたミホークのやつで18個ぐらい貯まると思うから、そこら辺で貯めとけばまたもう一回10連することができるんじゃないかなみたいな感じで、はい、ということでね、イベントガシャ、まあもう欲しいのはまあミホーク狙いでね、もう回せ、ちょうど50個あるんで10連いきます。10プラス1よ。これで俺切ったらもう俺何、まずね、その俺のアカウントでやって、ブラックおもちゃ TV のアカウントでやって、その次におもちゃ TV も50個溜まってるんで、その2回やるんでね、欲しいもないんだから。さあ来い、確定、絶対来んな、確定よ、確定、はい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 、確定よ。クソだ、マジクソ。まだある、でもある、ここへ、あ、なんか、あった、ブリンって2個あるでしょ。え、なんだよお前、銀くんな、おい、は、え、買っていいじゃん、あ、来い、なんだよマジで。お見事。あともう一個ない、あ、気になんない、なんだよマジで。あ、あ、まさか、いらん、ルーキーの消えてないから。あ、うわマジかよ、持ってるやつばっかじゃん、マジか、重たいよ、銀ばっか、はぁ、あ、はひょー、もひー、はひょー、あ、もひー、うるせえお前、なんだよ、フレンドガチャ回します。ちょっと待って、次お前だから、待って待って、フレンドガチャでちょっと遅れてくから、マジほんと切れそうだわ。なんでこれ、そんな感じ来ないよ、来ないか、無理、あ、元気てんじゃん、ちょっと待って、待って、俺初めてこれで元気た、おいおい、おい、回れ、なんで回んねえんだよマジ、イカれてんのかお前、これ、お、これあれじゃん、これなんかあの一番いい強化カードじゃなかったっけ、確か、これやるやん、うん、おめでとう、うん、なんかしっくりこねえな。まあええわ、じゃとりあえず、じゃあ次、おもちゃ TV のアカウントでやりたいと思います。ちょっと待ってな、はい、ということで続いて、ね、おもちゃ TV のやつ来るなー、63があるんでね、まあこれ次も来るんでしょ、30、次も30枚来るらしい、まあ、とりあえずやって10連やってもう一回回すタイム、そうだね、次もね回せるか、よし行きましょう、頼むよ、全部なんか吐き出せ、確定、50枚だと思ったら全部吐き出せ、うおーしゃー、うわうぜ、きたー、さあ、ありがとう、めっちゃあるやん、金、金めっちゃあるやん、いや、ブーン来ないよ、え、めっちゃあるやん、ブーン、ブーン来ないよ、ここがね、実はブーンが来ないんじゃない、あ、ブーン、あ、いいよ、その銅飛ばせ、そんな銅なんてどうでもいいよ、あ、もういいね、まあまあ、金は最後やな、いい、あ、え、なんだ、はにゃ、あー、ブーン、こういう星読んで、あ、俺持ってる、はい、なんだ、はい、知らない、オッケー、ブンブン、ない、ブン、あ、ブンだこれ、あー、きたー、やっぱ、やっぱ、ロングじゃないだろ、コンディショットで会いましょう、レイリーさん、俺は本当に驚いたよ、誰だよ、シャンクスじゃね、あ、シャンクスだ、うおー、おー、イーストブルーにロジャースも同じことを言うか、イーストブルー、あ、でも、ね、いやでもあのシーンカード相当強そうだな、あ、オッケー、どうでもいいやつだ、どうでもいいって、どうだ、ブル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 ー、そんな来ねえよお前、まだ早えよお前、あ、あ、オッケーオッケーオッケー、ブルー来いよ、あ、ブルー、待って、ブルーブルー、あー、ブーンじゃなかったね、1枚か、あ、あ、え、ちょっと待って、よく来た、これ必殺図じゃん、よく来た、最後なんか絞りっぺかす、いやちょっと見てみようか、ちょっとミホークのやつだけ見てみよう、シャンクス見たいんだよ、シャンクスの、あ、まあシャンクスな、なんて強そうだな。
な、や、やそうな。嫌だな、なんか。課金しよう。課金すなすぎる。装備で、あるでしょ、なんか。日本拳のやつ。どう？あれ、日本拳のやつ。これだ。あ、あったね。黒刀斬撃。あー、なんかあれだね、必殺技じゃないんだよ、技だね、技カーブ、黒刀から斬撃を放ち、でもなんか多分いいと思うよ、なんかよくわかんない、よくわかんないというか、サウストはさ、うん、なぜか知んないけど吹き飛ばす技、必殺技はさ、あまり好まれてないらしくて、どっちかっていうとこのなんかそのさっき能力スタンさせるみたいな、相手はなんかそのバーみたいな、ちょっと一時的に行動不能にさせる技の方が、うん、なんか、まあ、クエストをやる上ではあの、うん、高いクエストランク取れるから S とか、だからそっちの方が良かったんじゃない、ミホークがさ、じゃあシャンクスがさ戦士なんだね、あ、いいじゃん、だからミホークと戦士だから、奇襲なっぽくない、このミホークのさ必殺技見てよ、え、奇襲じゃんこれ、え、ミホーク奇襲なの、奇襲って書いてある、下に下にさ奇襲って書いてあるからさ必殺技の、あ、奇襲だこいつ、うわマジかよ、こいつ奇襲なんや、戦士だろ普通、いや戦士だと思うけど奇襲だったね、ちょっとそれがね、ローとか、ローと同じじゃん、あ、そうだ、ローのやつ入れればいいんじゃない、ロー全然持ってないのね、あ、じゃあな、俺と交換してくれよ、いいね、あー、マジかマジか思ったよ、ん、全然来ねえの俺、俺銀ばっか来る、でもさ、銀ばだと思うよ、最初来てるし、何、まあ確かにね、まあ、なんもスカピンターなやつもあるから、俺はそうなの、でも俺でもね、13でしょ、で、また30来て43でミホークとかの、あのダンジョンやって50位してもらってます、7は絶対貯められるから、もう一回多分10連、11連できるね、それでもう一回ミホークのなんか必殺技来れば最高だね、まあそんな感じでね、まあ来週、うん、でもミホークの必殺技は6月2日までだから、6月3日からまた30だと、あ、そうなの、確かそうだった、そうだね、じゃあとりあえずミホークのメダル集めるか、そうだね、ミホークのメダルだ、結構強いと思うんだよね、ということでまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、バイなら。